見せてもらったあこちゃんにあのダダ漏れで今お話伺ってます。ドリームに入ってなんか自分の強みなんだろうってすごい探し始めたんですよ。別に私ハンドメイドみんなみたいにすごい作れるわけじゃないのになって。本当？で自分の強みって何かなって思った時に、なんかこう何か提案してあげるってことは好きだな、うんうんうん、であのアドバイスとかするのも好きだなと思って、うん、ドリームが入ったことをきっかけで、うん、なんかこの私のオリジナル の、うん、なんかこのサポートコースみたいなのやってみようと思ったんですよ、うん、サポートコース、うんうんうん、けどやっぱハンドメイドを長くやってるのでハンドメイドしか教えないんですよ。アドバイス売り方とかレッスンのやり方とかも、うんうん、お教室やりたいっていう人のためのお教室開講講座みたいなのをやってるやり始めたんですけど、ほら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 そこなんだよ問題がそこに今あるんだよあこちゃん。そうなんですよね。だからそれを本当はどっちがやりたいんだろうって。いや、だからね、それはもう全体像を作ればいいだけで、それで、私はいろんな講座、つまりいろんなバックエンドを作ると、全部に集客しなきゃいけなくなるから、大変だよっていうことで、私はあこちゃんはメインの講座、今回の、ピーが入るけど、なんとか講座、ね。ピーっていう講座に、一、うん、だからさ、あきみ先生が今日のグルコンでおっしゃってた、うん、あ、これだって思いました。全体像が見えてくる。だけどメインの講座がちゃんと決まってないと、要はバックエンドばっかり増えちゃうね。あこちゃんの今までのやり方、今の私ですね。そう、その通りそれが数年前の松田明美っていうことで、うん、それで言ったらもうまさにあこちゃんが今やってることは多分自分の首を今絞めちゃってるでしょ。そうですそうです。全体像が分かったらどんどんあこちゃんがそれこそ自分がメインでやるべき講座はこれ、その後はこうなっていくって流れ作ったら、あの、わかるのね。私も、あの、なんだっけ。それこそ雑貨といえば松田明美になろうって私は人間で、ハンドメイド作家さんのためのブランディング塾立ち上げた時も、とにかくハンドメイドの学校だったら、もう雑貨の仕事塾松田明美だっていう風に覚えてもらおうと思って、まさにあこちゃんと一緒で写真の撮り方とか、それから作り方の講座。私はやんないから、他の人で。で、それからウェブの講座って言っていっぱい作ったの。そうしたら、全部私が集客をしなきゃいけなくなっちゃった。メインの講座がなかったんだよね。だからその時に、それってね、規模が大きくなった時にやればいいんだけど、規模がまだ、お一人様でしょ、あこちゃんも。お一人様ビジネスやってるわけで、お一人様ビジネスの時それやっちゃうと、要は自分の首絞めるだけ。自分の時間をこう吸い取られるだけなのね。だけど、将来的には、こういう講座ができたらいいな、こういう講座も必要だなっていうのは見えてきてるの、私の中で。でも今それやっちゃうと、私また自分の時間をすり減らすだけ。だから、なるほど。段階を間違えると、首絞めちゃうから、今は、ピーの講座を、ピーの講座でですね。そう、だから、あ、そっかって。をメインでやる。他は、例えば今までやってたリボンとか、それからあのレディのアクセサリーに関しては、あれはね、フロント扱いでいいの。全然フロント講座にしちゃって。だからそのみんな今フロントしかいないです。そう、そうそう。だから、いつまでも集客が手離せなくて、どうにか頑張って、まあ、頭打ち5、60万っていうのは私もできる。私もそれをやりました。手放してます。だから、全然できる。わかりました、うん。とりあえず、あれを、うん、あの金額で。うん、あれを、あの P の講座をあの金額で。なんか、お稽古サロンやってると、お稽古サロン業界のことが あるから、なんかそこにとらわれすぎちゃって。つまり。なんか、ハンドメイド作家さんが作る講座と、お稽古サロンって、協会みたいな絡みとはまた違って、だけど、やっぱり、その、お稽古サロンってどんどんメニューを増やしていくっていうのがお稽古サロンの業界で。へえ、そうなんだ。はい、なんか生徒さんがこれを習いたいって言ったから、その先生が他の先生から取得してくるとか。うん。そういう。なるほどね。そっか。だからメニューがたくさんあった方が、なんか入り口が、間口が広がりますよっていう世界だったから。なかなか。それが現状なのかもしれないよね。だって実際に、うん、だっていろんな資格取ってる人で、食べていけない人いっぱい見てるから。
うんうん、それはね、ちょっとね、そのやり方だといつまでたっても、あの、多分次にはいけないと思うし、売上の限界は絶対出てくると思うから。はい。見せ方だなって思ってます。こんな風に見せたら、この講座やりたいって思うだろうな、とか、うんうんうん。イメージだけあります。あ、いい、素晴らしい。いい全然。でもなんかね、あの、もしかしたら次の段階になるのかもしれないけど、あこちゃんが今、どちらかというと、あの、看板女優で、プロデューサーじゃん。うん。を、要は、その、まあ、そういう現役の人って、私含めているんだけれども、あの、だんだんさ、こう、前に、あこちゃんだから習ったのっていうふうになると、下のインストラクターになった人たちが、集客ができないってお悩みが出てくるから、そこをね、ちょっと整えていかないとね。だから立ち位置だよね。そうです。本当にそこ。なんか一つクリアにしたら一ついろいろ出てきてっていう。そう。そういうんですよ。あのね、悩みってね、なくならないから。あの、でやってる限り。だから、やっぱり、もう、それは持病だと思ってお付き合いするしかない。あ、なるほど。うん。持病です。持病ですね。悩みは。だけど、多分ね、去年の今ぐらいのあこちゃんの悩みと、半年前の悩みと、今の悩みって絶対違うはずなんです、うん、悩みの質も上がってきてるわけだから、それってさ、ある意味幸せなことだと思わない？うん。ずーっとさ、去年のまんまの同じ悩みを抱えてる人たち、世の中5万といるわけで。うん。それが、悩みの質が全然違ってきてるのは、やっぱりそれはいいことだと思うし。だからもし、わかんないよ、一回講座販売してみたときに、私らはね、悩みが出てくるかもしれないけどさ。うん、でもそれはそれで、また、あこちゃんがまた成長できるきっかけになるし。はい。じゃあ、今日はね、インタビューもお付き合いいただいて、どうしよう、これ。ダダ漏れ。ダダ漏れですよ。どうする？力が抜けたあこちゃんの喋りの方が、なんか、あ、面白いなって思って。真面目じゃない方が素が出ますよね。そう。面白いなと思って、撮らせちゃいました。見る人いますかね？いるよ。だって、あこちゃんのブログのいいねの方が私のいいねより全然多いし。あれは違いますよ、先生。何？なんか使ってる。後ろで。うん。